次に畑野君江さん。畑野さん。日本共産党の畑野君江です。冒頭委員長報告にもありましたように、11月25日の党委員会の視察で旭化成に伺い、ノーベル化学賞を受賞された吉野彰博士からお話を伺いました。大変貴重なお話でした。吉野博士の受賞はリチウムイオン電池の開発ということですけれども、その前に福井健一京都大学京都工芸繊維大学名誉教授のフロンティア電子理論、そしてその後の白川秀樹筑波大学名誉教授が発見した導電性ポリアセチレンの、こうした研究、19年ごとだというふうにおっしゃいましたけれども、それを受けての今回の受賞だということです。リチウム電池の開発研究開発で、先行する2人のアメリカの研究者の到達点を知り、それを活用することによって乗り越えられなかった課題を乗り越えて、商業生産が可能なリチウムイオン電池を初めて開発されたということです。ノーベル賞受賞者が必ず聞かれる質問は、何歳からこの研究をスタートしましたかということで、博士は33歳と、ぜひ35歳前後への若手研究者への支援をよろしくお願いしますと、いうふうに訴えられました。基礎研究への支援も訴えられました。深い感銘を私覚えました。こうした受賞の経過を伺う中で、改めて多様な分野の多様な研究が大きな成果の土台にあるということを痛感しました。吉野博士は、うまくいく研究は100人に1人かもしれないが、99人の研究を無駄な研究だと言って切り捨ててしまえば、成功する一人の研究も生まれないとお話をされておられました。竹本直和担当大臣に伺いますが、若い多彩な才能を持つ研究者がそれぞれの興味関心に基づき、成功失敗にかかわらず研究に専念できる環境が本当に重要だと思いますが、大臣のご所見を伺います。竹本大臣。畑野先生のおっしゃる通りだと思います。今回のノーベル賞受賞を受けまして、優れた若手研究者が失敗を恐れることなく新たな課題に積極的に挑戦することができる環境整備が非常に重要であります。11月11日の総合科学技術イノベーション会議では、若手研究者が本当に自分のやりたいことにチャレンジしていくことのできる環境を作っていくことの重要性について、吉野さんより我々もご講演をいただいております。内閣府では、研究環境の抜本的強化等によって研究者の魅力を高めていくことが重要であると考えておりまして、その実現に向けて年内を目途に研究力強化若手研究者支援総合パッケージを策定を予定しております。この中で、優秀な研究者のポストの確保や表彰、自由な発想による挑発的研究を支援する仕組み等の具体的な施策を検討し実施していくことが絶対に必要であります。実はですね、研究者の環境が非常に良くないというのは再三出ておりますが、ちょっと数字を申し上げますと、修士課程から大学のあれですね、修士課程から博士課程に行く進学率がですね 16.27%、 平成10年現在で平成30年で 9.3%、 半分近くに減っていると。それから40歳未満の国立大学教員のうち任期付き割合が非常に増加しておりまして、平成19年 38.8% だったのが、平成現在では 29.64% と減っています。また博士課程修了者の就職率が実は低下しております。かつては 71.6 だったのが 72.0、 それから大学教員の研究教育活動の割合が非常に低下をしておると、こういうことでですね、落ち着いて研究にのめり込めないということ、それから企業において、吉野先生のように企業の研究において成功された方もですね、あの方のお話を聞いておりますと、全部ハッピーハッピーであったもちろんないわけで、極めて厳しい2年間があったという話を聞きました。つまり会社としては、
儲けなきゃいけないですから、商品を出さなきゃいけない、しかしそういう基礎研究では金にならないから大変だと、こういう雰囲気もあったんだと思います。ですから、あらゆる障害をですね、できるだけ軽くしてあげて、自由にやっていただくということが大事であろうというふうに思います。はい、竹本大臣から、大変心強いご答弁いただきました。11月21日の所信的挨拶の中で、斬新かつ野心的な研究を行う若手の支援を含め、研究力を総合的に強化するための戦略の策定などに取り組むというふうに述べられ、今、本当に具体的にお話をしていただきました。研究者に対する支援の在り方については、将来の若手研究者となる大臣もおっしゃられた大学院の修士、博士課程の方々への支援をはじめ、博士課程を修了した若手研究者、中堅研究者、シニア研究者など、それぞれの段階での支援が求められていると思います。で、その中で今日は、特に大学院の修士、博士課程の方々への支援のあり方について伺いたいと思います。文部科学省に伺いますが、今、研究の重要な担い手である博士課程入学者総数が減少傾向にあると伺っています。2003年のピーク時と2018年の比較ではどうなっているでしょうか。また減少の原因をどのように考えていますか。玉上さん。お答えいたします。博士課程、後期博士の後期課程入学者数は平成15年2003年の 18,232 人をピークとして減少傾向にございまして、平成30年2018年には 14,903 人とピーク時から約 18% 減少しております。平成21年度の科学技術政策研究所によります、日本の理工系修士課程の進路決定に関する意識調査によりますと、博士後期課程の進学を考えるための重要な条件として、キャリアパスの拡大と並んで経済的支援が挙げられております。また、中教審の大学分科会においては、大学院のカリキュラムと社会の期待の間にギャップが生じているなど、大学院教育をめぐる課題が若手研究者ポストの確保の困難さという問題と相まって、課程修了者のキャリアパスに対する不安を招き、博士後期課程への進学を躊躇させる原因の一つになっていると指摘されております。これらを踏まえますと、修了後のキャリアパスに対する不安、在学中の経済面に対する不安が博士後期課程入学者が減少している原因のうち大きなものであると考えております。太郎さん。確認なんですけれども、博士課程入学者のうち、修士課程を修了して博士課程に進学するうちの一般学生の入学者数はピーク時と比べてどうでしょうかというふうに改めて伺いたいと思います。今日の資料の1枚目に載せさせていただいております。その数字についてお答えいただけますか。玉上さん。答えいたします。資料で先生もお配りいただいておりますけれども、平成15年の 11,637 人から、平成30年で 6,022 人ということでございます。畑野さん。そういうことなんですね。つまり、半減しているということです。先ほど最初に述べられたのは社会人の方なども含めてですが、一般学生といった場合にはですね、本当に少なくなっている。でそれはこの 若い人たちが減っているという深刻な事態だというふうに思います。キャリアパスの問題でいうと、博士課程修了後の出口の問題、これはこの間私も通常国会で指摘しましたように、企業自身が研究機関を閉鎖するなど自前の研究機能を後退させる中で、大学や大学院に研究を肩代わりさせている現状は問題だというふうに思います。竹本大臣からも企業の大変さとお話を触れていただきました。で、こうした傾向というのは必然的に博士課程修了者が研究職として企業に採用される門戸を閉ざすことにもつながるということも指摘しておきたいと思います。で、一方今おっしゃっていただきましたように、文科省の資料によると、博士課程進学を検討する際に重要と考える条件で最も重要視されているのが、博士課程在籍者に対する経済的支援なわけです。資料の2枚目につけさせていただきました。今日の大学院生の実態どうなっているかということで、全国大学院生協議会の皆さんが毎年大学院生の研究生活実態に関するアンケート調査を行っておられます。で、先日2019年度の報告書をいただきました。
これだけ厚い労作だと思います。で、文部科学省にも届いていると思うんです。で、これを見ますと、大学院生は年間60万円近い学費、私立ではそれ以上の学費を払っていると。昨日伺いましたら、ある私学では160万円払ってますという方がおられました。で、また大学院生には給付奨学金、返済不要の奨学金がないために、半数が貸与型奨学金を借り、そのうちの4人に1人が500万円以上の奨学金という名の借金を抱えています。大学院生全体の 81.7% が何らかのアルバイトに従事しており、その 52.8% が週10時間以上のアルバイトに追われています。学外でアルバイトしている大学院生の約9割が生活費を賄うためにアルバイトをせざるを得ない状況です。で、この報告書はフルタイムに相当する時間を生活への、生活への支障なく研究に費やすことのできる大学院生は限られており、多くの大学院生が研究とアルバイト等のダブルワークというとでも言うべき状況に置かれているというふうに指摘をしております。資料の3枚目と4枚目にその調査が載っておりますので、ご覧いただきたいと思います。文部科学省に伺いますが、こういう現状で研究に専念できるのでしょうか。玉上さん。お答えいたします。先ほどの調査並びに、また独立行政法人日本学生支援機構によります学生生活調査というものもございますけれども、そこの28年度の結果におきましては、全博士学生の 53.1% が家庭からの給付のみでは就学不自由、困難及び給付なしを理由としてアルバイトに従事しているとの結果になっております。文科省といたしましては、多くの大学院生がアルバイトなどに過度の時間を費やすことにより、大学院における研究活動に十分に携わることができない状況を改善し、大学院生が研究にも十分な時間を充てることができる環境を構築することが重要であると考えております。畑野さん。ティーチングアシスタントやリサーチアシスタントのがあるんですが、希望する大学院生すべてに枠があるわけではないんです。国立大学では運営費交付金が減らされているせいで、限られている 学生にしか枠がないと。で、首都圏の大学に比べて地方大学ではその枠がごくわずか しかないという話も伺ってまいりました。そこで文部科学省に伺いたいんですが、第5期科学技術基本計画では、特に博士課程後期学生に対する経済的支援を充実するとして、博士課程後期在籍者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指すとの第3期および第4期基本計画が掲げた目標についての早期達成に努めると述べておられます。この目標に対して到達はどのようになっているのでしょうか。玉上さん。お答えいたします。平成28年度に博士後期課程学生を対象といたしまして実施いたしました博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研究によりますと、平成27年度時点で生活相当額とされる年間180万円以上の経済的支援の受給者は博士後期課程在学者全体の 10.4% という結果が出ております。畑野さん。はい。学生全体の博士課程、後期学生全体の 10.4% ということなんですが、その半数以上が特別研究員受給者ってなってるんですね。で、その博士課程を対象とした特別研究員制度で支給されるのは、年額240万円、月20万円ということで、先日、全国大学院生協議会の皆さんが文科省に要請に行かれたんです。で、これでは少ないから、特別研究員制度の金額の引き上げをしてほしいと訴えられたと。で、その時にですね、担当者の回答は、大学院生の平均的な生活費は18万円程度だから、月に10万円の特別研究員の支給額で十分だというふうにおっしゃったっていうんですね。これ、全く実態分かっていない。20万円は手取りではないんです。実際に受けてる方からお話伺いましたら、
月20万円の支給額は給与でもないのに所得として扱われるので所得税、住民税がかかると年間約30万円の負担が引かれるわけですね。それから国民健康保険料で年額15万円で所得ありと扱われることで学費も全額免除はなくて最大半額免除ですと。で都内で一人暮らしとなれば家賃、水光、熱費、定期代等を払えば生活費は月5万円しか残らない。でこれでどうやって生活しろというんですかって話を伺ってきたんです。都内の私立大学の大学院博士課程で研究している大学院生は、まあ、自宅から通っているので、まあ、基本的に家賃や生活費の負担はないんですけど、しかし学費や研究活動のために所属する学会の年会費、必要な書籍の購入費、資料のコピー代、移動のための交通費等の費用を捻出する、海外の研究にも行くと。そのために非常勤講師や大学の助手、出版社のアルバイトなどをせざるを得ないので研究時間が確保できないと昨日おっしゃってました。で私は昨日直接ですね、そうした博士課程に在籍する皆さんからお話を伺ったんですが、そういう中でこれは深刻だなと思ったのは、修士課程から博士課程に進学した最初の年はなんとかアルバイトで学費を捻出するんだけれども研究時間が確保できないと、で2年3年目は続かないって言って大学院を辞めていく方が周りにたくさんいらっしゃるって言うんですね。で結局経済的に恵まれた環境の人しか研究を続けられないというふうに訴えておられました。こんな状況では若い多様な才能を持つ研究者育ちようがないと思うんです。でそこで文科省に伺いますが、博士課程で後期在籍者の2割程度が生活費相当程度を受給できることを目指すという目標を掲げたのは2006年なんです。もう10年以上13年経ってんです。でその時の第3期科学技術基本計画なんです。で未だ達成できてないと。生活費相当の年間180万円という数字も実態に合わずに低すぎて問題なんですけどね、まずこの目標とした水準直ちに達成すべきだと思うんです。で加えて特別研究員制度の支給額は増額するとともに対象枠も拡大するべきだと思いますが、いかがでしょうか。梶原さん。お答えします。特別研究員事業は優れた若手研究者に対してその研究者としての活動の初期において自由な発想のもとに、主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与え、その養成確保を図る制度です。文部科学省としましては、今後とも社会情勢の変化や財政状況等を踏まえつつ優秀な人材が研究に専念できるよう、支援の、充実に努めてまいります。畑野さん。いつまでやるんですか。梶原さんにでいいですか。はい、梶原さん。これで10年経ってるんです。期限言ってください。支援については先ほども申しましたとおり、今後も社会情勢の変化や財政状況を踏まえつつ引き続き、継続的に、支援の充実を努めてまいりたいと考えております。畑野さん。そういうことを言い募ってるから進まないわけですよ。竹本大臣もおっしゃったじゃないですか。まあ、ちょっと担当が違うので後で大臣にはご決意を伺いますけれども、それで大学院在籍者に対する経済的支援のあり方を考える上で、大学院生、特に博士課程在籍者を学生の延長の存在と捉えるのか、それとも研究者として捉えるのか、そもそもの考え方をはっきりさせる必要があると思うんです。で博士課程の大学院生は大学院の研究活動の中でどのような役割を果たしていると文科省は認識しておられますか。玉上さん。
答えいたします。過去の調査によりますと、例えば大学院生は我が国で生産される論文の 25% の筆頭著者に名を連ねております。また高い公費引用と申しますが、公費引用度論文におきましても約2割の論文の筆頭、著者は大学院生となっております。論文数のシェアの大きいグループほど研究者に占める博士課程学生の割合が大きいなどの結果が見られるところでございます。こうしたことから博士課程の学生は自立した研究者などとなるために学ぶ学生という側面がある一方で、教員や他の研究者などと共同して主体的に大学の研究力の一翼を担う重要な存在であり、研究開発やイノベーション創出の原動力となっていると認識しております。片野さん、資料の9のところで付けさせていただきました。そのことをお答えいただいたわけです。2018年4月3日の第68回学術文化会のものです。研究者の年代別論文生産性マリオンという資料なんですが、ここでは国立大学等の約7割の学部修士、博士学生、ポストドクターといったジュニア研究者が参画しており、ジュニア研究者は、科学的研究には書くことができない存在、ジュニア研究者が参画している論文の方が、求知、注目度が高い論文の割合が高い傾向と指摘されているのが、その前の資料の8にも付けさせていただきました。そして、資料の9の方は、今年1月に中教審大学文化会が取りまとめた、2040年を見据えた大学院教育のありべき姿、審議まとめに付属する資料です。で、おっしゃっていただいたように、博士課程学生の研究への貢献で、大学院生は 25% の論文の筆頭者に名を連ねており、公費引用度論文においても、約2割の論文の筆頭著者は大学院生であり、我が国における研究開発やイノベーション創出の原動力となっている。優秀な博士課程学生は学部生のように授業料を納めて教育を受けるだけの存在ではなく、教員や他の研究者などと共同し主体的に大学の研究力強化の一翼を担う重要な研究者であるため、研究に専念できるようにすることが必要だと指摘しております。昨日伺いましたですね、もう新しい科学室どんどん日進月歩なので、博士課程の方たちがね、教授に教えてるってわけですよ。もうその専門の分野、その、博士課程の学生でないとわからないと、院生でないとわからないと、こういう状況で、みんなで協力しながらですね、取り組んでいるというわけです。で、ノーベル賞を受賞した本庶佑教授や山中伸弥教授の論文も、その執筆者に修士、博士課程の大学院生が含まれております。で、資料10なんですけど、ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授の iPS 細胞に関する論文のに関するものです。論文のタイトルの下に執筆者の名前があるんです、ローマ字ですけれども。で、左から2人目の、田辺浩二さんは、当時、博士課程在学の大学院生です。で、その隣の大貫真理さんは、当時、修士課程、博士課程だけにとどまらず、修士課程在籍者も研究に大きな貢献をしております。そこで文科省に伺います。大学院設置基準第4条で大学院の博士課程の目的を定めています。博士課程は専門分野について研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とするとあります。学費を払い生活費を稼ぐために研究時間を犠牲にしてアルバイトに追われ、数百万円にも上る奨学金という名の借金を背負わされる、こんな実態で高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことができるんでしょうか。支援が必要ではありませんか。玉上さん、お答えいたします。博士課程の学生が大学院設置基準第4条の博士課程の目的とする能力を十分に養うためには、授業科目や研究指導できる限り充実した形で受けることが必要となると考えられます。
まあ、この観点からも先ほどもお答えしたとおり、文科省といたしましては、院生がアルバイトなどに過度の時間を費やすことにより、大学院における活動に十分に携わることができない状況を改善し、大学院生が授業科目や研究指導を受けることに十分な時間を当てることができる環境を構築することが望ましいと考えております。まあ、このため本年8月には志願者が大学院の志願者が経済的な見通しを持って進学について判断できるよう、学費や経済的支援について入学前から大学が必要な情報を提供することの努力義務化を定める省令改正を行ったところでございます。また先ほどお答えした日本学術振興会の特別研究事業のほかにも、各大学におけます授業料減免にかかる予算要求を行っているところでございます。また日本学生支援機構の奨学金事業における業績優秀者返還免除制度や RATA による支援、企業から大学への寄付金などの外部資金の活用等も含めた多様な経済的支援策を促進することで、大学院教育の充実を図っていきたいと考えております。田野さん、大学院生の方に聞きましたらね、ほとんどがゼミや講義を受け持って教育者としての学部生の教育になってるんですね。あるいは常に研究論文に目を通して最新の成果をゼミや学部生や教授に教えてると、学費を払って教育を受ける大学生ではなく研究者の役割、教育者の役割してるんですよ。にもかかわらずこのような貧しい環境でいいのかと、それでは優秀な人材も集まらないと。博士課程在籍者は大学生の延長だ、学費を払うのが当然だなどという考えそのものが世界の流れから大きく立ち遅れたものだと言わなくてはなりません。最後に2点竹本大臣に伺いたいと思うんです。2005年に欧州連合が研究者に関する欧州憲章ザルツブルグの原則を策定しました。研究者の範囲に早い段階の研究者、いわゆる博士課程の学習を含むとされて、新しい知識の創造に重要な貢献をする専門家として認められるべきであるってしてるんです。雇用主や資金提供者は適切な労働環境を保障するために必要な財政措置に特に留意すること、すべてのキャリア段階の研究者に対して既存の国内法や国部門ごとの労働協約に従って適切な社会保障、傷病手当、養育手当、年金、失業給付を含むとともに公正で魅力的な資金給与条件を保障することが記述されています。でドイツ、フランス、ノルウェー、デンマーク、オランダ等では労働契約の仕組みが導入されて研究労働者として扱われている。ドイツ、フランスは年間数百ユーロの登録料があるが授業料はない。アメリカでは理工系の博士課程の場合は入学許可が下りると大学院に在籍する標準的な機関における修士計画書が渡されて、授業料、生活費はどのように支給されるかなど数年間にわたる修士予定が記載されて生活に困らない計画が詳細に立てられる。スウェーデンでは2014年に法改正し、博士号取得候補者の大多数が学生ではなく大学の従業員として扱われるようになった。こういう流れなんです。しかし日本は学費を払って大学院に席を置かなくちゃならないと、生活の保障もないと。私は博士課程在籍者の自立した研究者としての地位を確立できるようにすることを真剣に検討すべきじゃないかと思うんです。で時間がありませんからまとめて質問させていただきます。それで1991年に大学審議会が大学院の整備充実についてという答申を出しております。でこの中で大学院生は学生としての側面とともに若手研究者としての側面を持ち、大学院における研究の担い手としての役割も有していると。学生の側面と若手研修者としての側面について、それぞれ所有の改善が検討されているんです。学生で言えば奨学金制度の拡充、それから若手研究者の側面で言えば特別研究員制度の採用人数の充実や研究奨励金等の引き上げ。しかしですね、28年経って奨学金で言えば当時あった課程修了後1年以内に教育研究職について一定年数以上継続して勤務した場合の返還免除制度はなくなってしまったと。それから特別研究員制度で言えば当時よりも上がってはいるけれども、2004年以来15年間1円も上がってないんですね。第6期科学技術基本計画を検討中だと聞いております。中教審のまとめもいろいろあります。こうした
博士課程在籍者を自立した研究者と位置づけ、ふさわしい処遇の改善を図ることを、次期基本計画や大学院教育振興施策公約にしっかり反映すべきじゃないと思いますか、大臣の考えを伺います。ただいま先生から欧米諸外国の実態について詳しくご説明いただきました。ありがとうございました。要は学生を現在やっている状況の中で、学生として教育を学ぶ時間と、それから研究者として研究に打ち込み、担当教授を助ける立場、言ってみれば勤務労働者です。その両面がやっぱりあるんだと思います。だからそれはまあ大学によっても違うでしょうし、地域によっても違うだろうと思いますが、その辺司祭によく見てですね、少なくとも研究者が、研究に打ち込める環境、それを作ってあげないと日本の基礎研究能力上がってこない、このように私は思っております。吉野先生がノーベル賞を取られたときに、我が国は、日本の国は上流は強いが下流は弱いとおっしゃった、この言葉は非常に私も心に響いております。できるだけ研究者が研究に打ち込める環境、これを作るために、関係省庁ともちろん協議をしてやっていきますが、そういった方向で、いろいろ検討を重ねたいと思います。畑野さん、ありがとうございました。終わります。次に串田